皆様ごきげんよう、高松奈々でございます。お願いします。要因力です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新顔やってます。はい、あの先ほど私の歌を見ていただきましたが、はい、先生のお手本を、そうですね、聞かせていただきたいのですが、あの一応まあその童謡は僕も知ってる日本の童謡の一つなので、はい、一応歌ってみますね。あ、ありがとうございます。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな。素敵ね。素敵。すいません、ちょっと意識してちょっと素敵風に歌っちゃいました。あ、そうなんですね。童謡っぽくない感じで歌っちゃいました。素敵。いや、ありがとうございます。すごいですね。それでですよ、はい、それで高松奈々さんとのこう何が起こっていたのかという話を僕はちょっとしたいんですよ。はい、高松奈々さんの歌を先ほど聞きましたけども、雰囲気だけじゃないですか。音程は一緒だし、お雰囲気をやっぱこううまく見せるのが上手でいらっしゃる。なるほどなるほど。それはね、やばいです。それはやばい。これはですね、はい、あの歌って意外とですね、音程とリズムが合ってればうまく聞こえるもんなんですよ。なるほど。意外とその歌い方っていうのは、はい、その音程とリズムが合った上でのものだったりもするんですよね、うん、まあ、もちろんすごい歌い方が上手で、はい、その音程とリズムが合ってなくてもいいっていうのも、はい、もちろんそういうパターンもあるんですけど、はい、意外と音程とリズムがしっかりしていればうまく聞こえるんです。ああ、そうなんですね。そうそう。で、今問題は音程なんです、はい、あ、リズム感はあるってことですよね。あ、そういうことじゃないです。歌い方じゃなくて音程ですって話。ああ、なるほど。そういうことじゃないです、はい、リズム感はまあまた違う話ですね。あ、違うんですね。うん、また話しましょう、それは、はい、で、音程があの高松奈々さんは、はい、こう、まあちょっとした専門用語とまでは言わないですけど、キーが変わってるんです。キーなるほど。キーというものは何かというと、鍵盤がずれるやつですか。そうです、鍵盤がずれる現象が起きてるんです、はい、その要はドレミファソラシドっていうのが、はい、あのド、いわゆるピアノのそのいわゆるドの部分ですよね、はい、から始まってドレミファソラシドだったらいいんですけど、はい、何ですか今のは。あれ、どうなったんですか。分かりやすい、分かりやすい、一生からこと分かりやすい。あ、ドで、それがですよ、それがこう例えばミから始まって、はい、そこをドレミファソラシドとしましょう、はい、っていうとキーが変わったってなるんですね。ああ、なるほど。で、今の桃太郎さんだと、はい、桃、例えば、まあ、この音程でいきましょう、はい、桃太郎さんっていう、桃太郎さんっていう、うん、ちょっとよくわかんないっていう、まあ、こう、はい、もーと、もーの時は、もーの方が上がってると。なるほど。で、たーは、た、桃太郎のたは、最初のもと同じ音程ですと。あ、そうなんですね。すごい。もーたーっていうね。あー、なるほど。もーもーたー。で、ろーも同じ音程ですと。あ、そうなんですね。もーたろーさんって下がってるんですね。なるほど。そう、今ちょっとついてきてますけどね、はい、こういう感じに、まあ、やっていくんですけど、すで、キーが変わってる、その高松奈々さんが一人で歌われてた時はどういう感じになってたかというと、はい、その「モーモータ」ってこうもっと同じ音程で持ってこなきゃいけないところを「モーモータ」みたいな、あ、なんかおかしい気がします。違う音程に、はい、なんかおピアノをやられてたんですね、はい、あ、それは何歳から何歳までですか。5歳から8歳までやってましたね。それはなんで8歳で辞めちゃったんですか。ちょっとあまりも向いてなくてピアノ向いてないとかあるんですか。練習なんじゃないですか。もう韓国でもう苦痛にしか慣れなくて、あの大山に行って登山とボールを蹴る生活に変わっちゃいました。どういうことだそれ。サッカーとかスポーツ、そうなんですか。少女になっちゃって。ああ、なるほどなるほど。そうなんです。まあでも歌が上手くなりたいわけですからね。はい、そうです。続けます。モーモーターっていうのが、モーモーター、っていうのでそのキーが変わっちゃってるんですね。はい、で、不思議なのはモーモーターってここに来たらもうぐっちゃぐちゃになってもいいんですよ。はい、もう音程が全然違うからね。はい、でもタローさんってここで新しい音程が始まった。あ、すごいセンスがあるんですね。あ、まあまあ、まあ、店長はクソうまいですよね。やった。店長って一番難しい。ね、ああ、そうそう。でもここは喜ぶ店長じゃない。そうなんですね。なので、なんかそれがすごく僕は不思議なんですけど、はい、その腸の感覚がちょっとあるので、
そこをちょっと入れればうまく歌えるんじゃないかなと、はい、なるほど、ありがとうございます。わあ嬉しいです。はい、そういう現象が今奈々さんには起きてます。はい、ありがとうございます。先生どのくらいやってらっしゃるんですか。僕は歌は僕は15年ぐらいですかね、15年20年ぐらい。まあ歌をいつからやってたかと言われると、先生ちなみに今おいくつなんですか。僕は28です。ってことは始めたの遅いですね。あ、違うな、でもそうしたら違いますね。中学生からやってます。はい、あ、そうなんですね、はい、でもまあ生まれた時から歌ってますからね皆さんね。高松奈々さんも歌歴としては20年ですよね。はい、そうですよ。わお頑張ります、本当に。本当頑張ります。はい、じゃあこの後どんどん上手くなる秘訣を教えていただきたいと思います。それではまたごきげんよう。